一級そばは北海道で蕎麦レストランを展開する飲食店。企業名は有限会社一級そば本店は苫小牧市。直営店の正式名称は一級そば総本店、満天食堂一級そばそば花などである。創業期総本店画像一級そばは北海道うちに他店舗展開しており。 戸間小前市に構える1975年創業の一級そばそう本店が元祖である。創業者は早川隆一。現在は二代目の早川洋介が社長を務める。同王県を中心に直営店4店舗、のれん分け店5店舗を出店している。また、グループ会社として株式会社一級製麺があり、 そばの卸業と全国でも珍しいそば店立ち上げ、プロデュース事業を展開している。札幌がつけそば関連企業の一級製麺では、全国でも珍しいそば店に特化した、プロデュース事業を展開。出しソムジへの資格を持つそば店プロデューサーの早川、県が中心となり、そば屋の開業支援や、立ち上げ時、業態転換時のコンセプト作り、メニュー作り、店舗作り、 各種コンサルティングなどを行っている。これまでの主なプロデュース店舗に、米ひさし、イオン、札幌なよろ店、米ひさし、イオン、札幌総園店、蕎麦花、苫小牧大島地町店、札幌が、つけ蕎麦、金の蕎麦、旭川大雪通り店などがある。2018年12月には、東京、浅草橋に、北海道外初プロデュース店となる、北海道百蕎麦を、 オープンし、北海道内にとどまらない展開を行っている。一級そば及び一級製麺が、大無町の脱炭そば生産農家、新門と共同で、経済産業省と農林水産省より、農商工連携事業計画の認定を受け開発。低糖質でありながら、本格そばとしてこだわった食感と、従来の普通そばに比べて、糖質40%カットとそばの、 健康成分ルチン70倍を特徴とする。2018年9月にお披露目会を開催し、販売を開始。2019年にトマコマイ市認定特産品の認定を受ける。2019年8月にインターネットショッピングモール、楽天内に出店。出店前にトマコマイ民法に掲載された記事によると、上記の低糖質だった炭素がサラリを開発したことを契機に、 楽天市場の営業担当者から、低糖質室の基礎場は他に例がない。ニーズが高いので出店してほしいと熱烈なオファーを受け開店準備を進めてきたとのこと。同社にとってネット通販部門で初出店となった。1975年6月に創業者、早川隆一が、市職員を辞めてオープン。これからの車社会の到来を見越し国道沿いに拾い、駐車場を取り、 ファミリー層の外食増加を見越して、これまでのそば店の範疇を超えた幅広いメニューを多く導入するなど、当時珍しいファミリーレストランタイプのそば店として人気を博した。2017年2月に総本店のメニューを一新し、これまでの外国産そば粉から創業時の北海道産そば粉へ切り替えた。そば粉の価格高騰で輸入品に頼らざるを得なくなって評判を落としたことから、 原点回帰として他の食材の大半も北海道産に切り替えた。1977年3月に直営2号店一級そば千歳本店としてオープン。総本店と同じタイプの国道沿いのファミリーレストランタイプのそば店として人気となった。2016年にはそばを通じて皆様を健康にしたいというコンセプトで満点食堂一級そばへとリブランディング。 そばこ北海道産の脱炭そば、米油と麦飯も北海道産に統一し、健康を全面に押し出したメニューへと一新させた。千歳市内唯一の脱炭そば専門店である。2005年4月、苫小牧市内にオンモールが出店したタイミングでオープン。出店当初の店舗名は、一級蕎麦揚げごろ、イオン苫小牧店で揚げたて天ぷらを全面に出した協体であった。 2016年5月、満天食堂一級蕎麦4モール苫小牧店へリニューアル、苫小牧市内唯一の脱炭そば専門店となった。一級蕎麦で現存する唯一のショッピングモール内店舗であるため、先進的な機器の先行導入を進めたり、一定期間すべての蕎麦を低糖質脱炭そばに変更する、低糖質ウィークを実施するなど、全店舗の中で、 先進的な取り組みをする要素も強い店舗となっている。2014年12月に、苫小牧駅前通りの老舗ラーメン店跡地にオープン。一級蕎麦総料理長で蕎麦店プロデュースを手掛ける早川健がプロデュースした、これまでの一級蕎麦とは全く違うコンセプトの店舗。蕎麦本来の香りと、漬け汁と食材の香りを楽しむ新しい蕎麦屋が、コンセプトで厳選した。 国産蕎麦粉で作った太し麺と漬け蕎麦が中心のメニューはインターネットの口コミサイトでも高い評価を受けている。ありがとうございます。